はい。よいしょ。では早速始めていきまはい、お願す。いします。よいしょ。で、いきますね。はい。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと。はい、ミキさんのキャンです。よろしくお願いしよろましくおす。願いします。この番組は FM 宜野湾から午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、本日、収録上ではまだ1月の今日は13日の金曜日ですね。ですが、はい。放送は旧正月に当たります。はい。22日なので、22日ですいいね。正月デービル。いい正月デービル。皆さん、明けましておめでとうございまおす。めでとうございます。本年もよろしくお願いします。これ2回目っていうね、2今回年。目ですね。沖縄2回楽しめますからね、楽し正めます月。ね。いいことなんでしょうけど。でも子供って、あれですよね。確か、旧正のところは2回お年玉がもらえるとか。とか、という、まあ、地域によってあると思うんですけれまあ、ど、バラバラですけどね。2回もらえるところもあれば、1回のところもあれ1回のば。ところもあって、新正月のところもあれば、旧正月のところもありますよね。そうですね。羨ましいな。いいある意味。な、2回もらいたいですね。もらいたいですね。今でも募集してますんでね。あれ？くれるよって方がいたら、ぜひ FM 宜野湾までご連絡いただければ。私も欲しいな、お年玉。はい、ではこの番組の紹介をいたします。はい、お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで、収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからの、ツイキャスのコメントをどんどん拾っていきます。ツイッターでは、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。ということで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。先週のはい。テーマが、好きなアイドルっていうテーマでやってたんですけど、はい。放送終わる寸前ぐらいに、一通メールが来ましたので、ちょっとそれを先に紹介したいと思います。お願いいたします。1月15日収録宛てメッセージということで、ラジオネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございまありがす。とうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんこんは。ばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。この番組では、初投稿です。メッセージテーマ、好きなアイドル。ふふふ、いいテーマですね。というのも、実は僕もアイドルが好きで、特にローカルアイドルを応援していました。ほう。解散しましたが、沖縄のアイドルだと、ピラパラ？ピラパラ？聞いたことないですね。モデルタレント事務所、カラーズさんで結成したグループ、2018年に解散しましたが、2021年にメンバーの月ちゃん、かなちゃんの2人が成人を迎えたので、成人式ライブという形で、限定復活。僕はいけませんでしたが、彼女たちがやっていたラジオを聞き、本人たちのライブにも行き、CD も全部揃え、グッズのタオルも持ってます。今も好きで聞いてます。すごいですね。あと、僕自身ハマっているグループですが、もう一つ、去年の12月に解散したアイドル教室。
ダンサーズさんたちがいる名古屋のアイドルさん。あ、なるほど、名古屋のっていうことですね。しかも、なんとお寿司屋さんのスタッフで結成したアイドルグループ。へえ、すご。13年間というか活動をやっていました。プロデューサーはお寿司屋さんの店長さん。去年の4月に突然病で亡くなられてしまい、それから期間が空き、8月に解散を発表。YouTube で彼女たちを知り、そこから、密に、ハマっていきました。解散ライブも拠点であるお寿司屋さんのステージで、YouTube での生配信も開催。すごいですね。僕が久しぶりにローカルアイドルにハマったグループ。今も YouTube を見て曲を聴いてます。僕が名古屋に行きたかった理由がまさに彼女たちに会いたかったからです。と来ております。ローカルアイドル、私そこまで知らなかったんですよね。結構でも沖縄ローカルアイドル盛んな地域らしいので。あ、確かにそうですね。いろいろいますからね。ではでは、一曲ちょっといきましょうかね。旧正月ということで、この曲を選曲しました。ねえねえずさんで、豊年音頭です。どうぞ。暑い。暑いですね。暑いですね。クーラーつけましょうか。私はそっちのはリモいコンがクーラーなので、はすい。みません、ちょっとつけていただけはい。はれい。ば。25度でいいですか？はい、もうお任せします。皆さん、聞いている方の今年の抱負をコメントでいただければと思います。抱負がまだ来てないんですよ。今年の抱負がまだ来てないので、抱負をコメントでいただければ。まあ、いろいろありますからね、抱負。あ、なるほど。じゃあ後でメールがまだ来てないので、ツイキャスの方を紹介しますね。沖縄大好きさん。あ、そうなんだ。さっき言ったお寿司屋さんのアイドルのやつはまだ営業してるみたいです、お寿司屋さんは。すごい。今度行ってみたい、この名古屋。名古屋ちょっと住んでたので、あ、そうなんですね。仕事上 仕事で、福祉関係の仕事で。名古屋行ってみたいですね。岐阜にはおばさんがいるんですけど。あ、そうなんですか。はい。いや、だから陸海空さん、今年の抱負すぐ忘れるのにじゃなくてさ、長いスパンのやつって言ったじゃん、家で。来た。あ、ヤンバルカンガルー坊さんから来てますね。はい、じゃあもうすぐで終わりはまい。す。
お聞きいただいたのはねえねえずさんで本年温度でした。では、今週のテーマ言いましたっけ。私まだ言ってないですよね。まだ言ってないですね。はい、ではでは、今年のっていうさ、今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは今年の抱負です。はい、ツイキャスの方でコメントが来ておりますので紹介したいと思います。はい、お願いいたします。沖縄大好きさん、今年の抱負、自分のやりたいことがあれば挑戦、可能なら名古屋に行くこと、こっちの方が今年可能ならということで、去年は行けなかったみたいですね、名古屋の方に。ので、今年はできたら名古屋に行きたいっていうふうに言ってますね。いいですね。いいですね。で、私の旦那である陸海空さんから来ております。はい、今年の抱負すぐに忘れるのに、なんくるないさーっていや、だからスパンが違うじゃんね。ま、あの新年早々の放送が確かすぐに忘れる今年の目標だったので、うん、それとはまた違う形のやつで行こうという形にしたんですね、私が。なるほど。はい、でヤンバルカンガルーポーさんから、さっち今年の抱負は一つでも多くイベントに足を運ぶだそうです。そう、私も一つでも多く公開放送に足を運びたいって思ったんですけど、はい、最初の公開放送である14日なので、うん、14日にある公開放送は仕事で行けないっていう残念、うん、残念症でした。お疲れ様です。まあしょうがないっちゃしょうがないですよね、うん、仕事最優先で。そうですよね。それはしょうがない。で、一通、今のところ一通なんですけど、メール来てますので紹介したいと思います。お願いいたします。今年の抱負というタイトルで来ております。はい、サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。踊りの経験ゼロ、ラジオネーム名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。今年の抱負ですが、積極的に沖縄へお邪魔したいですね。おお。コロナ前は2週間に1度お邪魔したこともありました。え、2週間に1回。すごいスパンですね。すごいスパンですね。お邪魔する理由は様々ありますが、いろいろな皆様と会いたいです。コロナで停滞していた分を取り戻したいですね。うん、皆様は今行きたいところございますか？と来ております。今行きたいところ。私東京行きたいです。僕東京行きたいです、ね、一緒ですね。はい、なんせ私結構東京から北にはまだ行ったことなくて。あ、そうなんですか。だから北海道とか東北方面にまだ行ったことないんですよ。はい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 。あ、僕もないですね。千葉までしか行ったこと。あ、千葉も私行きました。なんせ先週のテーマであった AKB の、はい、熱く語った AKB のことで千葉まで行きましたですね。あとそうですね、私の抱負から先に発表しましょうかね。はい、私の今年の抱負は、はい、そうですね、まあこの旧正月の翌週にある介護福祉士をまず取ることですね。はい、取った後もちょっと目標がちょっとできたんですよ、最近。なのでそれに向かってまずは、いいですね、一つ山を越えたいなと。頑張ってください。頑張ります。っていうのも全然勉強してないんですけど私それで受かるのかっていう話なんですけど。ああ、そうそう、じゃあちょっと頑張りましょうか。頑張りましょうかね。そろそろでも旦那の陸海空が絶対邪魔するっていうパターンなんですよ。去年も結局勉強せずに受験して、はい、1点足りずに落ちました。あ、1
点、つらいですね。つらい。いや、この1点ってあるんですよね。あるんですよ。なんか引っ掛けどっかで間違えたみたいな。はい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 。いうのがあったんで。僕は陸上競技で100分の1秒で落ちたとか。ああ。100分の1秒で遠征決まったとかありましたけど。おお、なんか瀬戸際ですね。はい、それと似てるもんですよね、1点差って。そう、1点差。しかもあれなんですよ。介護福祉士の結果が出るのが2ヶ月後なんですよ。はあ。で1月に受験しても、はい、3月の末にしか結果が来ないという。遅いですね。っていうのも理由があって、はい、介護福祉者はペーパー試験と実技試験があるんですね、はい、はいはいはい。で実技試験はこの対象の人だけなので、はい、で私とか陸海空さんもそうなんですけど、はい、介護系に働いてる方で、はい、一定の条件さえ合えば、はい、実技のこのテストは免除されるんですよ。なるほど。なのでペーパーだけなので、はい、決まるの、合否が知れるのが2ヶ月後という。ああ、なるほどですね。他の皆さんはそれで実技を受けてるかなということですね。そう、実技、ペーパーの結果が来て実技で、でそれから合否っていう形なので、はい、まあ最初今回3回目なんですね、受けるの、はい、1回目の時も75点だったんですよ。合格点、基本合格点が75点以上で、で毎年合格点が変わるので、はい、でそれで1回目の時は確か2点差で落ちたかな。で前回が1点で落ちたので、はい、まあ今回こそはと。そうですね、3度目の正直。ツイキャスの方で陸海空さんから、はい、今年の抱負はセイロガンを賞味期限内に全部飲む、どういうことですか、うん、どういうことですか。セイロガンに賞味期限ってあるんですねあるのかな、私見たことないけどでヤンバルカンガルーポーさんから、京都に観光したい。あ、京都、京都は清水寺とかありましたよね、確か。ありましたね。あっちもいいですね。いいですね。あと街並みもまたすごいですからね。あっち綺麗ですもんね。五番の目みたいな街並みしてますからね。はい。で沖縄大好きさんから、ちなみに追加で今年の豆腐じゃなかった。豆腐、真面目な話すると体重を落とすことです。お、体重を落とすのは私も毎回毎回思うんですけど、いつも忘れるっていうパターンなんですよね。おう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 。僕最近体重計にすら乗ってないですね。あれ？危ういな。やばいやばい。やばいやばい。ヤンバルカンガルーポーさんから、毒物、劇物も年一で、技術もペーパーもです。県で平成17年が250分の8の合格者でした。250名受けて8名しか受からないってことですよね。やばい。超難関じゃないですか。難関すぎですよ。難関すぎですよ。で、私が、この介護福祉士今度受けたら、受けてもし合格したら、今度社会福祉士ちょっと受けたいなと、はい、まあ福祉関係の資格であるんですけど、はい、なんか昨日か一昨日ぐらいのラジオ沖縄のラジオ化情報で、大学を卒業してなくても、はい、この福祉関係に携わってる方で23歳以上だったかな、はい、の人はなんか社会福祉士を受ける、まあ、学校に1年間行かないといけないんですけど、はい、に受ける権利はあるっていう情報を得たので、ちょっとお金貯めて学校を1年間頑張ってみようかなみたいな。あ、いいですね。今から学校っていうのなんかワクワクしますね。そうですよね。
僕も本当に宝くじとか当たってお金の心配がないんだな、また大学とか入るのは楽しそうだなと思いますけどね。あ、そうですよね。ヤンバルカンガルーポーさんが3度目の正直で平成17年に合格しました。私も3度目の正直で介護福祉士合格したい。でも私も区切りをつけようかなって思ってたところで、3回目もし落ちたらもう諦めようかなみたいな、うん、って言ったら、今勤めてる会社の方から、いやいや10回受けて合格する人もいるんだからって言われて説得されて、うんうん、あ、じゃあま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 あ3度目の正直とは言わず何回か受けてそれで落ちまくるようだったら諦めようみたいな感じですね。わあ、頑張ってください。頑張ります。いや、もう絶対受かると思う。ちなみにキャンさんの抱負は？僕の抱負ですか？はい、僕はですね、今年はもう DJ パフォーマンスの向上です。おお。ちょっと機材を新しく用意しようと思っているので、はいはいはい、ちょっと覚えたいテクニックがあって、はい、今年はスクラッチに挑戦しようかな。スクラッチ、あのスクラッチ、ああ、はいはいはい、はいはいはい、はい、へえ。スクラッチパフォーマンスって意外と難しくて、はいはい、やる人ないんですよ。ああ、だから特に僕のやってるエレクトロとかのこの DJ スタイルだと、はい、ほとんど使わないんですけど、ああ、これを覚えていろんなパフォーマンスができるようになると、まあ、ちょっと幅が広がるなと思う、はいはい、ああ、なるほど、はい、DJ のやつって言ったらゲーセンに今もあるかな、ビートマニアですか？はいはいはい、あれを一時期ハマってました。私そうですね、楽しかったですよね。楽しかった。カタ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 しながらキュッ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 しながら、はい、やってましたね。ツイキャスの方で陸海空さんから、学校、僕もちゃんと小学校行けばよかったって。小学校からっていうのがおかしな話だよ。その前に、いや、あなたは中学校からやり直した方がいいんじゃない？っていうのも山学校だったらしいので、ほぼほぼ学校行ってなかったって聞いてます、私。そうなんですか？そう。そう、やばかったらしいです。荒れてたって聞きました、私。どこなんだろう。まあ、南部の方ですよ。南部。もともと、陸海空さんは南部の方なので。はいはいはい。私はもともと中部だったので、そこまではわからないんですけど。まあ、まあでも小学校からの方がいいかもね、陸海空さんは。なんていうのも、漢字が書けてないっていう。はい、小学校1年生からやり直そうか、陸海空さん。僕はもうあれでしたね、高校は一番最高のタイミングで入ってましたね。そうなんですか？はい。へ、自由な校風だったので、はいはいはい、自由がまだ生きてた時代に入れたんで、あ、僕たちよりも3つ下ぐらいからすごい厳しくなったそうなので、はいはいはい、かわいそうでした。私がいた高校も制服が嫌で嫌でたまらなかったです。ああ、そういうのもありますよね。まあ、でも自由っちゃ自由ではあったんですけど、はい、私は制服が嫌でした。だから制服でなんか女子高生って選ぶ、でも今の高校選ぶのは、はい、なんか制服から選ぶのもあるし、学力で行く人もいるし、はい、今はこの学区が決まってないので、はい、どこでも行けるじゃないですか。私たちの時はもう学区が決まってたので、はい、行けるところが、まあ制服が可愛くないけどしょうがないみたいな。うちの妹は制服で高校選ぼうとしてたんで。あ、そうなんですか？親に怒られてました。ああ、あんたもっと上の目指せるんだからちゃんとやれよ。いや、休養の合格ラインぐらい乗ってたんで妹は。私今中学校の時英語が大嫌いで、はい、で一回高3の時に看護学校を目指してたんですけど、はい、で塾行ってた時に実力テストみたいなのでめっちゃ英語の時だけめっちゃ言ってたんですよ、塾に。はいはいはい、して、テストの時にやったら休養レベルだよって言われて、いいみたいな、あんな嫌いな英語が休養レベルみたいな感じで、おお、すごいじゃないですか。
でも結局数学とかそういうのがはい。ダメで落ちましたけどね、看護学校。僕はもう数学、国語、あ、数学じゃない、数学と理科だけで高校受かったようなもんですね。両方とおお、も満点近い点数取れたんで。すごっ。ツイキャスの方でリクカイクーさんから「奇数偶数ってヌーヤガー」ってそこからなんですよ。僕が数字の2好きなんですけど、はい数字の2って偶数の中で唯一の素数なんですよ。はいこんな話したら多分、はいわーってなりそうですね。はい。 なると思います。では、来週のテーマに行きたいと思います。お願いいたします。来週のテーマは「取りたい資格」です。ほう、って取りいうたのい資格。も、ちょうどその時に介護福祉士の国家試験なので、はい。皆さんがどんな資格を取りたいのかなとお聞きしたいなと思ないるまほして。ど。いいですね。はい。いろんな資格世の中にはあるみたいですから。はい。そんなお話も楽しいと思いますので、はい。ぜひぜひメールいっぱいいただきたいところよろでしくお願いします。ということで、また来週でいいですかね。す。収録は再来週ですけ収ど録ね。は再来週ですけど、はい。放送自体はまた来来週週。ですので。はい。はい。よろしくおよろ願しくおい願いししまます。す。135がキス246グースですよ。お疲れ様でした。あ、ナチコ来てるじゃないかい。私の友達のお、ナチコさんから拍手が来ましたね。ありがとうございあまりがとうございます。お茶もありがとうございます。お茶をどうぞって。いや、まさかの奇数偶数から始まるって言ってなかった。奇数は基本的に2で割れない数字でですね、私すね。も偶それ数はは全部2で2で割れない割れ数る。字ですね。説明としては。そうそうそう、簡単な説明と知れば。北濃なんだ、ヤンバルカンガルーポーさん。北部農林の、いや、中部農林がのおたりって聞いたよ。私の時は。中濃と、あと、普通科で言うと、美里。じゃあ妹が美里入るって言ってたんですよ。あ、制服が可愛いから。可愛いから。あ、そしたら私、美里高校出身ですよ。あんな可愛くないのに。オレンジというかなんかあれが当時可愛く見えたらしくて、他に比べると。そうなの？で、親に結局怒られて、国立高専受けて落ちて、で、結局、高座に来てました。ああ、こだか。休養は死んでも嫌だって言って。あ、休養は行きたくない。休養行きたくないって言って。あ、じゃあもしかして、ナチコ合ってるかもしれんね。美里高校出身よって。合ってるかもしれんね。わかるかもよ。え、何個違いだったっけ？何個違いだったっけ、ナチコと。美里は一応結構知り合いいっぱいいますよ、僕も。宮里なんで。ああ。まあ結構あっちらへんから来るの、美里中と宮里中と。なんなら僕も二次で受けようかっていうところだったんで。ええ。ただ生徒会長だったのに、なんか講座の合格点届いてないみたいに、先生方に思われてて、あんたじゃ無理だよって担任に説教され。あら。でも、プレ入試は全然 A 判定だったんで余裕だろうと思って受けて、なんとか講座こう行きましたけど。コザコはラジオ機の、小橋川響さんが出身校ですね。あ、そうなんですね。私と同じ年です。わ年齢一緒。あ、じゃあちょっと、でも、かぶってはないんですか。2つでしたっけ。下なの。僕今35で、今年6です。今年6。あ、じゃあ入れ違いかも。入れ違いかもしれないです入れ違いかも。私も古材行きたくて最初。だけど、結局勉強のこのラインがあるじゃないですか。ね。はい。あれが足りず、仕方なく美里高校に行ったと。僕推薦だったら確実に講座受かるよって言われたんですけど、はいはいはい。
あの自分の学力足りないの分かったんで勉強していきました。あら、私もなんとかかんとかでしたけどね。なんとかかんとか三郷高校行って結局遊んでたかな。でも三郷も楽しそうでしたけどね。楽しいですよ。友達もいっぱい行ってたんで、うんうんうん、ポゾも楽しかったんですけど、ポゾの時はだからもう一回この受験の時に勉強の仕方を覚えたので、はいはいはい、一切宿題なんかせずに、おほほほほ、テス、あ、この点数はキープして、はいはいはい、部活だけに集中しました。わお、ヤンバルカンガルーポーさんから、中学の模試で高難が安全圏でした。高難、またすごいこと。あ、高難、高難はでもそんなに難しくはなかったですね。あ、そうなんだ、はい、僕が通ってた塾でも、高難だったら受かるよって言われたんですけど、高難まで通う余裕がなかったので。なちこさんが、一応私、未だに休養出身とかテーファーしてるって。いや、テーファーはいかんよ、テーファーは。テーファーはいかんですよ。休養は言ってなかったな。休養はゼロ工事があるって聞いてたから嫌だったな。ゼロ工事自体は僕も講座で受けてたんですけど、あ、そっかそっか、それが嫌っていうよりも、あの休養の嫌だったのが、あの部活が2年までしかできないっていう。あー、確かにそうだ、休養は2年が引退でしたね。そうですね、と当時はそんな感じだった。特例がないと3年まで継続できない。大変。いや、そんなところでやりたくないな。ヤンバルカンガルーポーさん、先輩は帝京高校行きました。帝京高校って内地ですよね、多分。本土すごいっすね。やば、内地か。なちこさんが、信じてる人いるからね。今いるんだ。僕の、 あの塾、通ってた塾は厳しい塾だったんで、はいはいはい、塾のクラスメイト2人ラサール受けました。ラサール、そのうち一人はあの九州で模試1位だったんですけど、ただちょっと落ちちゃって、あらら、当日力出せなかったみたいな。あ、で滑り止めで薬科2人とも受かってました。あれ薬科か、昭和薬科滑り止めで受かるんですよ。薬科レベル高いですよね。薬科はベンビーさんだな。薬科出身。ラサールの入試問題受けたことあるんですよ、この模試で、はいはい、めっちゃ難しそう。超難しかったんです。絶対解けないな。泣きました。あ、僕数学が得意なんですよ。はいはいはい。でも書いてることが意味わからなくて数学0点だったんです。おで、苦手な英語と国語がなぜか10点20点ぐらい取れてます。なんで国語英語に取れないんだ。ちょっとショックですね。ショックでしたね。ヤンバルカンガルーポーさん、帝京高校がサッカーで優勝した時のメンバーでした。おお、すげえ。サッカーか。今三郷高校の女子サッカーが結構県トップレベルですよね。今三郷と小座が決勝、まあ、常連ですよね。だから優勝するのが三郷か小座かみたいな。ですよね。私が、通ってた時に、はい、女子サッカーを作ろうかっていう話になってたんですよ。けど結局作らずにいたっていうね。で僕も通ってる時にちょうど僕なんかの一個下の子が3人ぐらいでサッカー部のマネージャーしながら女子サッカーを立ち上げたり。へえ、すごい。だから校庭であの女子がこう一生懸命サッカーしてるのを練習の時にパッて見かけたりとかしながら、それが今強豪になってるって思うとちょっと胸が熱いっすね。うん、うん、確かに。あの子たちが作った道を後輩たちが追いかけてる。私は高校の時バスケだったからな、ずっと。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました、長時間。ではまた再来週お会いしましょう。お疲れ様です。お疲れ様でした。